Rallies。 皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。愛工大名電高校潜入第3弾として濱田選手のインタビューをお届けします。今枝監督、篠塚選手のインタビューも公開してますので、ぜひご覧ください。濱田選手は2021年の全日本ジュニアで優勝し、一躍脚光を浴びました。性格は真面目で努力家。そんな濱田選手は、祖母が世界チャンピオン、両親は全日本選手権で混合ダブルス準優勝、父親も全日本ジュニア優勝と卓球一家に生まれ、もともとは地元の高知県でプレーしており、中学の途中から愛工大名電に転校しました。まずはその理由から伺いました。地元でやってて、それと優勝したんですけど、もっとレベルの高い仲間がいるところでプレーしたいなっていう気持ちで名電に来ました。中1の頃に1回名電こだわってて、地元でやろうって決めて進学したんで、うち残ってやろうって思ったんですけど、熱心に誘ってくださって、周りのレベルの高いっていうのは分かってたんで、ここに挑戦してみようかなっていう気持ちで、最後は自分が決断して決めました。安定して上位に入るものの、どこか突き抜けられなかった濱田選手、ついに2021年の全日本ジュニア優勝で日本一をつかみ取りました。その優勝の裏には、直前に掴んだある感覚が関係していました。自分は他のメディニル選手たちと比べて、打球センスっていうのが、感覚をつかみづらいっていうところが自分の中であると思っていて、それを補うためには時間をかけて技術を習得することが必要であると思っているので、一倍練習していくように意識してやってきました。全日本ジュニアで優勝するまでは、自分の中で壁みたいなのがあったんですか？なかなか同士打ちとかで勝てなくて、定年入ってからなかなか全国優勝っていうのは個人でできなかったんですけど、全日本ジュニアを迎えるにあたって、最後の全日本ジュニアでやっぱり何としても優勝したいっていうことで、より質の高い練習を長い時間っていうことを意識して大会まで取り組んでいました。一気に突きつけられた要因みたいなのがいるとするとどういうところですか？大会前に練習試合やってて、自分の中で掴んだものがあって、この感覚で試合ができれば勝つことができるなっていう感覚が身についたんで、その感覚のまま全日本を迎えられて、いい調子で試合ができたのが要因です。感覚っていうのはどういう、ここに打ったら次ここに帰ってきてそれ狙えば得点になるなっていうシーンが頭の中で思い浮かぶことが結構試合中に多くて、試合の感覚が大会前に掴めたっていうのが大きかったです。全日本ジュニア優勝して自分の中で何か変わりましたか？全日本ジュニア優勝して、今度は番の部で何としてでも日本代表になって世界でっていうことがより強く目標となりました。コツコツと努力を重ねてきた濱田選手、卓球が嫌になることはなかったのでしょうか？全日本ジュニアで優勝した時は本気で優勝を目指してそこを取れたので、ここは一番嬉しかったです。逆に苦しかった時期、苦しい時期ってあんまないかもしれないですね。卓球が好きなんで、負けるときはあるんですけど、卓球が嫌になったことはないんで。本当に嫌になる時は一回もなかったんですか？嫌になる時期、勝てないときは多少はちょっと嫌になるときがあるんですけど、でもやっぱり卓球って何試合何試合も繰り返しある中で、負けて得ることっていうのは結構大きいんで、そこは次に繋げるようにしてます。さすがです。変な質問してすいませんまた濱田選手にも愛工大名電はなぜ強いのかを聞いてみました。周りの選手がやっぱみんな強い中で、お互いの活躍で刺激もらいますし、あいつが頑張ってるから俺ももっと頑張らないといけないっていうのが毎日続いていくので、ここが本当に大きいと思います。あとは世界っていう目標がみんな持ってるので、こういう仲間と毎日練習できることが素晴らしいことだなと。今枝監督の指導ってどういうところがいいなと思いますか？自分全日本ジュニアの時にベンチコーチ入ってもらったんですけど、1ヶ月前ぐらいから練習中にずっと後ろで練習見てくださって、細かいところまで教えてくださったんですけど、逆に試合の時は思い切って楽しんでこうみたいな感じで送り出してくれて、試合の時にベンチに行ったら心強いです。
試合行く前にお前は強くなってるから絶対大丈夫だっていう言葉をかけてもらって、ここで試合に入る気持ちがすごい高まって、まあ、いいプレーができました。最後に今後の目標を伺いました。まずは全日本の一般でベスト16に入ることが近い目標で、将来的には日本を代表して世界の舞台で戦うことが目標です。浜田選手、取材ご協力ありがとうございました。真面目で努力家な浜田選手のこれからの活躍にも期待です。次回は愛工大名電高校潜入第4弾、インターハイ三冠王の谷垣選手のインタビューをお届けします。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。意識してる点とかあるんですか？バック対オーダー。僕意識してる点はフォアからバックとかバックからフォアの1本目の切り返しの時にどうしてもちょっと質の低いボールになってしまって多いんで、そこをできるだけ強く回転かけて打つことを意識してます。そのためには何がポイントなんですか？戻るとか打ったままこう止まっちゃってると多分次に行けないんで、打った瞬間には次の動作に行けるようにすぐ戻ることが大事です。関係ないわけじゃないんですけど、ラリーで見てます。めちゃくちゃ見ます。何を見てるんですか？発行紹介とかは全部、はい、ラリーズ。